Hey! Everybody, what's up? シーズン46、これで締めですかね。このビート、聞き納め、いくぜ。とりあえず、今回もありがとうございました、皆様。行きましょう。Let's go, yo, yo.まだはい、レキューメンアイズ TV 昨日次はチャンのあれコメに返答トークよくなくとももうマネに更新 Like this I say oh yeah I say hell yeah I say whoa whoa what ありがとうございます。演歌歌手のようにありがとうございます。はい。まあいいや。行きましょう。まあ、これでラストですね。OK。明日は早いのに、随分やばい時間。OK。これさ、もう、自分の店がさ、もう始まっちゃったら、こんなこと言ってらんないよね。やっぱり、まあ今の契約してこう、仕事をやらさせてもらってんだけど、やっぱりさ、こう、資本に乗っかってやってるからね。うん。だから、こういう余裕なことをできるんだけど、自分でやるとなるとまたちょっと違ってくるよね。ってなことを、やっぱ自覚するよね。うん。まあ本当に、年こいてね、こう、経験だよね。ありがたいよね。気づかないからね。気づかないんだよ、こういうのって。うん。そう。まあいいや、とりあえず。はい、行きます。米編、行くよ。気づかないことを気づかせてくれる米編、行きます。はい。はい、ジルリガーデンいいですね。高速ラップもビートボックスも良いですけど、しっとり歌ってるのも素敵です。しっとりなんか歌えないよ、全然。ベンちゃんとかツヨシとかさ、ああいうのはになりたいね、生まれ変わったら。いや、歌は、ほんと、やっぱディープですよ。ラップもディープだけど、やっぱ歌は、またちょっと違ったディープがあるね。うん。エロいって言われたいよね。歌ってやっぱすごいんだよ。うん、まあいいや、はい、次。ジュルリ2連発。コズトラって言わないんですか ?SO とスタッフさんはないって。あ、コズミックトラベルをコズトラと言わないかどうかっていう。SO とスタッフはコズトラって全然言ってない。言ってない。マジで。マジ言ってねえ。コズミックとか、そういう感じかな。うん。コズトラってこれあれだよね。コウさんが言ったんだよね。それの時に俺ちょっとハッとしちゃったもんね。そういう呼び方があったかみたいな。はい。まあいいや、とりあえず。はい。ジュルリ、ありがとうございます。はい、次。みそさん。うちの地域では、うちの地域では、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、机、鉛筆、月、木、キリギリス、スズメ、メジロ、ロウソク、クジラ、ラムネ、猫、小判が王道。で、なんなら歌になってました。これあれだね。これ、沼トーク281でこれ、滑らない話をやってんだけど、これね、ちょっと皆さん見てほしいです。この話は、まあまあ、あれですよ。私のリアル生活の中でも、まあまあ、受ける話だったので、受けてたので、つうか俺が笑っちゃったからね。まあちょっと見てください。なるほど。みそさん。そんな王道もあるのね。OK。はい、次。若さじゅん。
うちの地域ではリンゴゴリララッパパセリリンゴゴリララッパパセリをループしてましたね。これダメでしょ。ループじゃ終わん、一生終わらないって書いてあるけど終わんねえじゃん。いろいろあるね。面白いね。 OK ありがとうございます。はい次、ニャシキャ、その光景わかります。子供の口から出る自信たっぷりの言語は無敵ですよね。これもあれね、滑れない話に対して、20年以上前の話になりますが、電車内で親子がしりとりをしていて、8歳ぐらいの女の子がだから始まる言葉で苦戦し、あっとつぶやき、あっあっとひらめき、嬉しそうにだっちゅうのとだっちゅうのと胸を寄せるポーズ付きで元気に答えていました。近くに座っていた人は口元をこう押さえたり下向いたりで、あの光景は未だに忘れられません。こういうのはね、もう子供は天使ですからね。天使であり天才ですからね。いやー、ほっこりほっこりほっこりですね。ありがとうございます。はい次、山本久志、アイさんお疲れ様です。自分もリンゴゴリララッパパンダですね。あ、that's right、 そうだよね。しりとりってシンプルな遊びですけど、人によって違うから面白いですよね。そうなんだよね、地方によって全然違うよね。でもまあね、足りないはもうマジは笑って、本当にこうガグンってなって笑ったからね、本当に小学生に笑わされたっていう。はい、ありがとうございます。はい次、てつさんお疲れ様です。お家でめちゃくちゃ笑いましたでしょ。地域年代でも違うかもですが、リンゴリラッパンツクエンピツミキリギリスズメジロウソクジラムネコってつながって歌ってました。これはねちょっとわかんない、これマジわかんない。俺もちょっと棒読みになっちゃったからね。まあ地方でいろいろあるんでね。ありがとうございます。はい次、ドンちゃん、自分の地域ではパセリでしたね。あそう何食ってどう生きたら小学生でパーリナイって単語が出てくるんだ。これはね、だからテレビとか YouTube とかの影響なんだよね、おそらく。まあテレビもあるかもだけど、 YouTube のあのほらインフルエンサーの方々的なさ、あれとかもあるじゃん。結局さ、俺なんかさ、ええ年こいてさ、あのヒカキンの動画をあまり見ないのよ。ヒカキンってすごいってのはわかるんだけど、だけどさ、小学生とか中学生のね、あのフォロワーさんがものすごいわけじゃない、ヒカキンはさ。とかだからこうセパレートしちゃうよね。うん。だからうちの子なんかもなんかそういうの乱すのかもしれないよね、本当に。だから例えばそういうところでヒカキンがパーリナーイっつってあーとかっていうそういうエフェクトつけたりとかすると、そういうの覚えちゃったりとかね、なんかそういうあれなんだろうね。覚えちゃったりって別に悪い言葉ではないけどさ、っていうこともあります。はい次、ともまる、私はラッパからパンツでした。小学生恐るべし。なるほどね、それもあるよね。OK、うん、ありがとうございます。はい次、タロちゃん、僕のところはリンゴゴリララッパパンツ。あ、やっぱパンツなんだ。ペロッちゃんとこもそうなんだね。なるほどね、しりとりの学問的な風俗学的なのもあるかもしれないねねえか、まあいいや。次、ヒデさん、しりとり勝負で最後ズかリで攻めると大体勝てました。あ、これわかる。まあ勝ちというより長引くとお互いなあなあになって終わるんですけどね。
あ、そうです。あの、ず、ず、うん、あの、るも、なかなか強いよね。うん、これは、俺、幼稚園生の頃に覚えた気がする。はい。ありがとうございます。OK! 次。もやひ。もやひ。はい、次。あ、はい、次じゃねえ。もやひさん。初コメですね。私、来年20歳になる早生まれの大学2年生なんですが、最近資格勉強を始めまして、数年前から好きだった SO を聞きながら勉強しています。ありがとうございます。そんな中、今日、ハイ兄さんがチャンネルで発信していることを知り、テンション上がるとともに心臓がバクバクイエーしている状態でコメントさせていただきます。質問なんですが、カラオケで SO の曲を歌う時があるのですが、ハイ兄はどの曲が点数を取りやすいと思いますか？またその曲の印象も軽く教えていただけると嬉しいです。俺だったらしりとりで迷わずパンツって言います。なるほど。カラオケね。ね。そしたら、ラップが少ない曲の方がいいよね、絶対に。だってラップって、採点制度だと多分ラップの、そこの、多分ね、16部ぐらいまでしか多分解析能力はやってないだろうから、16部裏とかまでは多分ないだろうから、あれなんだけど、難しいな。ソードアートはラップがある程度あるから、いや難しい。スターライトディスティニーとかで歌がめちゃめちゃうまーく歌えてても、ラップのところでそのリズムのこの音が入って入んないとかっていう、その何、この判定をされちゃうとね、そこで減点対象になっちゃったりとか、まあどうでもいいって話だよね。そこまで聞いてねえよって話だろうけど、でもカラオケの判定ってテレビ地上波とかでこのカラオケ番組とかさ、このオートチューンの場、オートチューンみたいなさ、こう音程がここで B とか B とかさ外れてるとか、なんかそういうのあるだろうけど、そういう問題じゃなく判定されてるから、おそらくああいうのってこう作ってね、動画にしてるっていう、こう撮ってつけて見えるように可視化してくれてるっていうさ、地上波の制作の人がさ、あれだから、うん、だけどね、違うからね、カラオケのあれとかもう内部でもうガッツリカカカカっていうあれだから、電子的に AI ではないだろうけど、もうで電気信号でも多分こう弾かれてるだろうからね、入ってる入ってないみたいなさ、当たってる当たってないみたいな、なんかそういうあれがあるから、まあいい、はい、はい、すいません。長い。ありがとうございます。やばい！いきます。いきますじゃねえよ。これで終わり。次。大きい大きい。最近友達とカラオケで、またカラオケがいい。ドリームドライブを歌ったらめちゃくちゃ盛り上がり、友達がソールドアウトを好きになってくれました。お、ありがたい。ハイサンパートの歌い方のコツとかあったら教えてください。俺のパートは、やっぱ、ビートボックスが、サンドイッチになってるから、そこはなんか、こう、なんだろう、なんかギャングじゃないけど、こう、面白いパートにしてみたらいいのかもしれないね。うん。なんつって、無責任に言ってみるけど。まあ、でも、練習すればできるぐらいの、あれで。ドリームドライブも言ったらそこまで BPM は速くないので、アバアバアクションとかなんかそういうのは全然できると思います。
アワアワアクション。エビアブリアクションっていう。それで練習してみてくださいということで。よろしいでしょうか。はい。というわけでね、撮りました。撮りました。これね、実は、あれなんですよ。ショートをちょっと撮ってみようかな、みたいな、この流れで。つうか、あれなの、お店をやるよっていう動画の流れから、だったらなんかこう、別にパジャマに着替える前だし、ショートでも撮ってみっかな、みたいな。そっからの流れでの、この、これなんで、そう。だから、そう、本当はね、この米編、撮る予定じゃなかったの。うん。そう。早く寝ようって思ってたんだけど。だけど、撮ってしまったっていう。いやいや、まあ、こういうのも、ご縁で、ございますよ。まだまだね、米編も。でも、結構、やれたね。しかし、5ヶ月前ってなってる。おう。まあいいや、とりあえず。まあ、とりあえず、あれですね。今年前半ですね。前半というか、中盤、夏ぐらいまでかな。まあ、やっぱ、お店に付きっきりですね。やっぱ、ここの、まあ、世田谷もあんま行けないかもしれない。うん。ここのうちと、店、行ったり来たり。あとは、試作をしたり、なんだりかんだり。まあ、試作も、自宅でしたり、お店でしたり、とか、あとはいろんな人に会ったり、とか、なんかそういうのをやんなきゃいけないので、まあ、とりあえず、落ち着くまで、あれですね。まあ、本当発表したい。どこで、何時オープンで、なんていうお店でっていうのは発表したいんだけど、もうちょいお待ちくださいということで。まあ、とりあえずこんな感じで。まあ、米編ということで。またまた次に続きます。皆様、お付き合いいただきありがとうございました。ではでは。